どうも、こんばんにちは。アンジョロイドです。突然ですが、皆様、池の水全部抜く大作戦というテレビ番組をご存知でしょうか？この番組は正式名称を、緊急 SOS。超巨大怪物が出た。池の水全部抜く大作戦、というのですが、何やら、この番組の視聴率が、超強豪の大河ドラマを抜いてしまっているというのです。それを機に、このテレビ番組にレギュラー化の話が出ているのです。池の水はロンブーの田村さんとココリコの田中さんが MC を務め、周辺住民の依頼を受けて池の水を全て抜き取り、危険生物や外来種の調査駆除をする番組です。1月に第1弾が放送され、3日の日曜日に第4弾がゴールデンタイムにオンエア。視聴率も 11.8% を記録し、当時間帯の NHK 大河ドラマの 11.3% を抜いたと話題になった。テレ東としては笑いが止まりませんよ。激戦区と言われている日曜夜のゴールデンタイムに風穴を開けたんですからねと、民放バラエティ番組関係者が話したそうです。すでに第5弾の放送も予定されており、回を追うごとに注目を集めている。日曜のゴールデンタイムといえば、大河ドラマの他にも日本テレビ系の世界の果てまで行ってきゅなど、高視聴率番組がひしめく激戦区だ。そんな中で大河を抜いて行ってきゅに続いて2位ですからね。 MC の2人もノリノリで番組をやっているし、テレ東は急遽レギュラー化の検討に入りましたよと、どう関係者は言っているそうです。以前この番組で池の底から歴史的な価値のあるものが発見され、そこからかなり視聴率が上がったようですので、今後の番組内容次第ではさらに強力な視聴率ホイホイ番組に進化するかもしれませんね。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。今後ともよろしくねー。